エリ弁網虫は小さな単弁毛の弁毛虫で単細胞生物の中では我々動物に最も近いとされる。名前のチョアのマイナスはギリシア語でエリが環状に取り囲んでエリと呼ばれる構造を形成している。弁毛は水流を起こしてバクテリアなどの餌粒子を集め、これをエリが捕捉することで接触を行う。固着性の種は弁毛の反対側に柄を持ち、 器物に付着したまま接触を行い生活する。餌粒子の捕食だけでなく、自由遊泳性の種では、弁毛は細胞の遊泳にも用いられる。この時弁毛は人の精子と同様に細胞の後方に向けられる。これは他の大部分の弁毛虫が弁毛を進行方向に伸ばすのとは対照的であり、エリ弁毛虫が構成動物に禁煙である根拠の一つになっている。 エリベンモウムシも古くは2本ベンモウであったと考えられているが、2本目のベンモウは現在では大化しており、規定固定の痕跡が残るのみである。エリベンモウムシの虫傷、図。ベンモウを囲む濃い紺色の部分がエリ。多くのエリベンモウムシは、カゴ状の殻であるロリカを形成する。ロリカは、炭水種では有機質のみ、海産種では有機質に加えて、計算質である。 特に薄い膜質のロリカは、結果と呼んで区別する場合もある。計算室のロリカは、複雑なカゴのような形態をしており、針状の計算パーツが縦横に組み合わされて、形成されている。パーツの接合点は、セメント質により接着されている。ロリカの構造は、エリベンモウムシの分類上重要な形質であるが、光学顕微鏡で形態を識別するのは難しく、童貞に際しては、 電子顕微鏡が用いられる。葉緑体を持つエリベンモウムシは発見されておらず、その痕跡器官や葉緑体 DNA なども見つかっていない。すべてのエリベンモウムシは餌粒子を捕食して生活する従属栄養性である。多細胞生物である海面動物に存在するエリ細胞はエリベンモウムシに似た構造の細胞である。エリ細胞は変形動物など 他の動物にもしばしば見られることから、軍隊性のエリベンモウムシが多細胞動物の起源であると考える説もある。エリ細胞の他にも、計算の代謝経路や収縮法の使われ方などにも、構成動物との共通点が見出されている。プロテロスパンジーアクやスフェロイカボルボックスの巨大なコロニーでは、コロニー内の細胞形態に分化が見られる。表層付近の細胞が、 便毛や明瞭な襟を持つのに対し、軍隊の中央付近の細胞は、休憩で、エリや便毛、ロリカが発達しない。このような細胞形態の変化が、多細胞生物における細胞の分業体制の起源となったとする意見もある。淡水域、海水域ともに広く分布するが、細胞のサイズが小さい、色素体を持っていない、ブルームを形成しない。 などの理由から人目に触れる機会は少ない。また、毒素を産生する種や、寄生性、病原性の種などは知られていない。エリベンモウムシはべて従属栄養性であるため、海洋においては、アリミツソウイにも分布する。特に脆弱なロリカを持つ種は、物理的格乱の激しい表層付近よりも、環境の安定した深海を好む傾向にある。上位分類群は、 構成動物と同様にオピストコンタで、これは分子系統解析において強力に支持される区分である。このグループ共通の形態形質として、弁毛を進行方向に対して後方へ向けて遊泳する点が挙げられる。この特徴は、オピストコンタという分類群名の由来にもなっている。2015年にエリエ弁網虫類は動物界と共に当時は、 アポイコゾアと呼ばれていたコアノゾアの回、クレードに分類されることになった。かつてはエリベンモウムシズナの下にエリベンモウチュウメコアノフラゲリダを設けることもあった。現在は二目酸化に分けられる。それらが含む族は以下の通り、かつては形態から次のような酸化に分類されていた。これらは現在の酸化と対応していない。ありがとうございます。